仕方ですよ。そうですよね、つくづく思います。そうですよね、はい、怪我との戦いですもん ね、 それはね、はい、いろんな、ね、選手が突っ込んできますから。そうですよね、はい、結構ありましたよね、クロスプレーもありましたね。ありましたよね、はい、自分より大きな選手に突っ込まれて吹っ飛ばされたりもしました、ね、表情変わりましたよね、その後。そうですか、変わりました、変わりました。そうですよ、はい、でもやっぱりあれは常にこう警戒してなきゃいけない、やっぱり準備してるんでしょうね。そうですね、やっぱり自分の怪我予防にもなりますので、はい、しっかり気持ちの準備、体の準備しないと、ぶつかる、いざぶつかられた時に大怪我しちゃうんで、はい、そうですよね。でもあの星さんずっとほとんども一軍に今年いましたけども、はい、今年の戦いぶりって星さんから見てどういうふうなチームは戦いぶりでした？そうですね、まあ長いシーズンでしたけど、やっぱり最後の追い上げが一番印象的だなっていう。これはすごかったですね、はい、もうなんか絶対負けないっていう雰囲気がありましたもんね。もう本当に1点差2点差の試合が続いたんですけど、はい、もう負ける気がしないというか、チーム全体がそういう雰囲気だったなっていうのは。そうですね、はい、渡辺前監督といいますか、ぶっとくだったっていうのは本当そうだと思いました ね、 感じましたね。そうですね、骨太ですからね。骨太でしたね、はい、最後になりましたね、はい。あの西口さんは今年上の方ではなかなか、はい、あの登板なかったですけども、はい、上の方の活躍ってやっぱりもちろん気になりますよね。そうですね、成績は常に見てましたね。そうですよね、はい、最後の追い上げやっぱりすごかったですね、やっぱりね。やっぱりライオンズのね、底力っていうのを 見たような気がします。そうですよね、はい、もう黄金期を知ってる人間としてはね、あの最近やっぱり若い選手大変多いですけども、はい、骨太という渡辺前監督がつけたこのキャッチフレーズですけども、はい、骨太の選手って少なくなってますか？どうですかね、まあ、最近の選手はやっぱり昔と違ってね、うん、まあ、やっぱり野球に真面目に取り組んでるっていうか。あ、真面目に取り組んでるなるほど、はい、トレーニングもね、何に関しても、はいはい、昔に比べるとやっぱり真面目です。あのオフの期間のトレーニングって昔の人はもうすぐ温泉行ったりですぐ休んだりって多かったですよね。そうですね、すぐに温泉行ったり休んだりはしてましたね。してましたね。まあ、今の選手みたいにすぐ、ね、練習に取り掛かるってことは少なかったように思います、ね、はい、一年中あの本当練習してるっていうのを私もあの西武ライオンズに誕生した時にアナウンサーになってるんで、はい、長いことずっと見てると練習の量は今の選手とかはるかに多いですね。そうですね、オフシーズンの練習に関しては多分今の選手の方がしてるんじゃないですかね。そうですね、はい、星さんも、まあ、あのプロ9年目ですね、はい、今年9年目で来年10年、はいはい、あ、ちょうど半分なんですね。西口さんもね、やってるのがね半分ぐらい。あ、やっぱり入った頃と今とこの9年間の違いますか？違いますね、はい、まあ、僕の場合球団も変わりましたので、はい、やっぱその球団の違いというかカラーの違いというか、はい、そういうのは感じますね。ジャイアンツってのはどうなんですか？まあ、なかなか言葉で表すのは難しいですけど難しい、はい、うん、あの結構あの本当集合時間もはっきりこう前にかなりこう来なきゃいけないとかっていうのジャイアンツいろいろあるみたいですけども。いや、ライオンズも結構時間にはしっかりしてる方だと思います。なるほど、はい、球団によっていろいろ違うんですね、やっぱりね。そうですね、ね、はい、そうですね。もうでも星さんもジャイアンツってもうライオンズのしっかりもう1位になってますからね、もうね。ありがとうございます。なってますからね。今年の投手陣、星さんからご覧になって、はい、若い投手も出てきましたけども。そうですね、はい、今年目立った投手って誰だと思いますか？やっぱりルーキーの2人が、はいはい、そうですね、増田も頑張りましたし、高橋と智美もやっぱり8月くらいからですだけど、高橋の場合は、はい、まあ、最後本当になんかまさに大車輪の活躍というか。そうですね、はい、毎試合のように投げてたと思うので。受けててどういう感じなんですか？なんか、まあ、あのバッターから見るとボールの出所が見づらいとかいろいろ言いますけども、はい、ボールが強いですよね。強い、はい、ボールが強いのと、はい、まあ、多分あまり何も考えてないので、はい、いつも同じように全力で投げれるというか、はいはい、短いイニングでやっぱり左対策はバッチリできるピッチャーですね。そうですね、そうですね、左だけじゃなくて右も抑えたりもしてましたので。そうでしたよね、はい、あの最後の追い上げにやっぱりかなりの部分で貢献してますね。そうですね、本当になんか不安なくというか、あの任せろみたいな感じで言ってたと思うんで、はい、その辺は、ピッチャーの大先輩としてその若いピッチャーどういうふうにご覧になってました？
やっぱり息が良かったように思いますよ。息が良かった。もうあんまりねコントロール気にせずにどんどん投げ込んでたように思います。はい。はい、あの高橋智美選手という、まあ、左のいわゆる、まあ、スリークォーターというかサイドハンドのピッチャーですけども、西口さんから見てどういうふうに、あのやっぱりもし打席に入ったら、はい、打ちづらいピッチャーだろうなっていう感じはありますか。やっぱりありますね。まあ適当なコントロールなんでどこ来るか分かんないっていうのもありますし。あとやっぱりまっすぐにしてもね、はい、やっぱりズドンってくるね重たそうな球質なんで、はい、適当なコントロールってのはやっぱり必要なんですね。必要です、ね、はい、綺麗なコントロールだとやっぱりダメなんですね。あまり、まあ、綺麗な球よりもね汚い球で適当っていう方がやっぱり荒れ球の方がね、はい、打者もやっぱり絞りにくいと思いますし、ね、はい、キャッチャーって星さん、はい、コントロールいいピッチャーと、はい、アバウトなピッチャーとリードする面ではやっぱりアバウトな苦労するでしょうけども、はい、うん、ただまあアバウトな方が、はい、例えば僕がリードのミスをしても逆球で抑えたりとか、あ、なるほど、まあ、結果論ですけど、うん、どうなるか分かんないですけど、はい、まあ、逆に言うとコントロールいい方がリードしがいはありますよね。あ、なるほどね、はあはあ、はい、西口投手は先輩を実はあのバッテリーを組んだことがあまりないんですけど、今年1試合だけスタメンで組ませてもらって、はいはいはい、すいませんでした。今年は投げてない。今年投げてなかったですね。そうですね、はい、こっちに出てなかったですね、はい、あ、僕出てないです。ということで話を進めていきたいと思いますけども、あのこの今年はの選手が考えたプログラムを用意して、やっぱりこういうものはあれですか、あの今年のファンフェスタでこういうのやりたいっていうのはシーズン中なんか話出たりするんですか。どうですかね、僕は今年いなかったんで、あ、いなかった、よくわかんないですね。